車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡店長です。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、もううちの主役級コンテンツじゃないですか、 S クラスって言ったら。そうですね、もう S クラスはノーマルでみんな乗らないっていう確かに確かに、はい、もう主役級でもう数々歴代いじらせていただきましたよね、はい、そうです。で、現行のこの223もそれに漏れずカスタマイズさせていただいたということで、はい、もう王道の外観と、はい、もうあと旬なホイールとっていう感じだと思うんですけども、はい、その前にオーナー様に触れていいですか。はい、自分で4パッパーにドリルで穴開けちゃう人ですフェラーリにこうもう結構いろいろ数々乗られてるんですよね。はい、そうです、そうです。で、自身でも結構お車いじったりとか。もう自分で、はい、86買ってきて、なんか自分でブレーキやなんやっていろいろ触ってるのを結構動画撮ってたりとかで、まあ、今までそのお母ちゃん動画撮ろうよって話やったんですよ。でも、もう自分で魔改造しちゃってる車が多いんで今回のは幸いまだ魔改造されてないお車なので。結構車好きって言っても、はい、いろんなこう車好きあるんですけど、はい、本当に自分で触るのも好きなお客様のお車ということ で、だからもう自分でわけわからんパーツをチャイナサイトで買ってきて穴開けてつけちゃう自分で勉強してそんなお客様のお車を今回紹介させていただきます、はい、で、まず外装、もうさっきも言ったんですけど、はい、王道の、はい、そうですね、もうブラバスとブラックアウト、はい、というわけで順番に見ていきたいんですけど、はい、もうエアロパーツがじゃあそうですね、もう全部ブラバスなんで、このフロントリップとあとここですかね、ここっすよね、アドオンパーツ、はい、LED 付きの、はい、こちらが付いてる。そうです、これもともとペイント前提なんだよね。そうです、そうです、はい、でカーボンとかの設定がないないですよ。というわけで、まあ、ボディ同色で付けるとか、はい、まあ、ブラックアウトして付けるとかってありますけど、はい、そうそうそう、今回はボディ同色の、はい、そうです。あとマイバッハはカーボンなんですよ。あ、そうだよね、そうそうそう、前の白の、はい、なるほど。ちょっとしたパーツって言えばちょっとしたパーツですけど、うん、金額はちょっとしてないんですよ。ちょっとしてないです。なんかこんだけでこんないくんっていう金額です、はい、というわけでここもしっかり付いてると。はい、であとは、はい、あとグリルと、あとこの辺りのこのメッキパーツを、なるほど、ラッピング、はい、このモール類が全部、そうですね、はい、これラッピングなんだ。そうそうそう、そこもラッピングで、ここもグロスブラックでラッピングしてメッキパーツ。なるほど、この辺も消し込んであると、はい、そうです、はい、もう悪そうな感じが。そう、もうやっぱブラバスにめちゃめちゃ似合う。そうそうそう、でオーナーさんもね、土会ったことあるっすけど、もう悪そうやんいや、そこはノーコメント。いや、違う、もうオーナーさんで、まあちょっと後で紹介するんですけど、まあまあ、じゃあちょっと 車高を見てちょっと話しましょう、はい、じゃあ早速横に回ってきてもいいでしょうか、はい、今回こちらの S につけたホイールがこちらです。はい、MV フォージの VL70 やったかな、確か、はい、はい、もう一番旬なメーカーといっても過言じゃないんじゃないですか。そうですね、もう MV はちょうど今朝もMV の社長からインスタでメッセージが来て、僕がオーダーしてるホイールの写真を送ってきて、どうだハッハッハみたいなコメントとして来ましたけどまあありがたいですけどね、そうやって情報をください。どういう距離感でパーツを作ってもらってるんだって。で、その後 MV のエンジニアからもインスタで別の写真が来て、かっこいいだろうって来てもう一個にまとめてくれって思いますけどね。もうメーカーとも直でつながってて、はい、も話もしてるメーカー、はい、MV フォージと。でもう MV って言ったらもう旬だし、うん、はい、その MV が最近こう、そうそう、力を入れてやってるディッシュ、はい、そうですね、はい、ディッシュ系を装着されてる、はい、なんでもうオーナーさんといろいろ見てた時に、最初ブラバス履いてたんですよ、モノブロック Z。 あ、そうなんだ。 Z 履いてたんですけど、 Z って21インチなんですよ。 W223 用は21インチ、うん、でマイバッハ用は22があるんですよ。でもちょっとこっちのディッシュ系行きたいなっていう話になって、オーナーさんもディッシュ系が好きなんですよ。でここにこのフルポリを入れる前提でも全部ブラックアウトしたんで。あ、なるほど。そうそう、だからメッキ残してたら、まあまあそれもそれでまとまってるんですけど、もう今回は真っ黒なところにここだけフルポリっていう、全部キラッとさせてるのも全部足元に集約させてると。そうそうそう、はい、さっきさらっと言ったんですけど、はい、ブラバスから履き替えてるの。そうです、はい、最初はすごい王道なブラバスを履かしたんですよ。そうなんです。履かしてちょっと乗ってたんですけど、で言ったら2セット目、2セット目です、はい、というわけでこちらが装着されて、はい、で今回これワンピースなんだ、ね、ワンピースです。そう、めっちゃツーピーに見えるんですけどワンピースだから、この前のゴーストのやつ、うん、もう分かりにくいじゃないですか、ほんまにこれスリーピーなんかなみたいな感じなんですけど、逆にこっちはワンピーに見えないワンピース、はい、全然見た目違うね。やっぱり全然違います、ワンピーとツーピー、スリーピー。そう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 、というわけでもうこのフランジの端っこまでこのデザインがいってる。だから結構22インチよりさらにでかく見える。確かに、そしてポリッシュなんでもうめちゃめちゃピカピカ、はい、そう
でセンターキャップもこのフローティング入れて、はい、なるほど、ベンツのこれ。そうそうそう、最近ついてる車あるよね、純正でも。あの BM も今フローティングキャップ出てますし、そうそうそう、各ドイツ車メーカー、そうそう、ミニも出てますもんね。まあ、ディッシュ似合うよね、はい、この点の。そう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 、しかもやっぱ S の、まあ、しかもマストでロングですね、やっぱりロングでこのディッシュが一番似合います。なるほど、こちらは装着。はい、じゃあとこのね、車高、はい、車高が指入んないんですよ不良です、はい、で223って結構シビアじゃないですか、うん、下げすぎるとエラー出るんで、で結構そのここまでやっとこさ攻めれたんですけど、車高が高い時はもうあのうなされて寝れないらしいんですよあー車高が高いって言って、じゃあローダウンに対してちょっと意識高い系の、しっかり今回も下げてある。で、はい、で223結構下げられないとかって話は一時ありましたけど、はい、もうしっかり下げられるように一応ここまではなんとこんな感じの足元、はい、そうです。インパクト半端ないね。そう、やっぱ走ってる時が一番かっこいいですよ、ね、確かに。というわけでこちらが装着されております、はい、そしてブラマスサイドはないんだよね。サイドはないです。だからサイドはこの、はい、メッキをラッピングして、ここの、そうそう、結構でかいんだよね。そう、結構大きいんですよ、これがしっかり黒くして、こことウィンドウモールと、あ、これも、そう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 、これもラッピングしてます。あとドアハンドル、あ、ここね、そう、ここメッキの上の部分。そうで、これ中は今回貼ってないですよ、うんうん、そう、結構ね、まあ、閉まっちゃえばね。そう、中は前貼ったんですけど、このここメルセデスベンツがこれボコボコっとしてて、で浮いてきちゃうんですよね。だからもう今回は貼ってないです。なるほど、はい、まあ、閉まっちゃえば分かんないんで今回は表だけやってある。はい、そして後ろに回っていくと、はい、後ろも、はい、後ろはちょっとこう、はい、J 数が若干太い295です。と組み合わせたこちらのホイール、はい、そうです。フェイスはそんなに、そんなにフロントリアで変わらないのかな。そんなに変わらないですね。若干かな、本当に気持ちぐらい。そう、気持ちぐらい、同じぐらいかなって感じですね、はい、というわけでこちらが装着されていると、はい、そうです、はい、でタイヤもミシュランのパイロットスポーツ 4S なんで、はいはい、一流品が組み合わせてる。そうです。もう隙を見せるとすぐわけわからんタイヤ履いちゃうんで先に履かしとかないいろいろ試したくなっちゃう。そうそうそう、ということで、お客さんもいろいろなんか、なるほど、なんか某わけわからんタイヤ履かしてみようとか言い出すんでもうミシュラン履かします、はいはい、そして後ろに回っていくと、はい、後ろがブラマスのポイントなんですよね、はい、そう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 。で後ろが、まずこのスポイラー、はい、このめちゃくちゃやんちゃなスポイラー、はい、これがね最初来た時マジかって思いましたけどね、はい、S にこれつけるのっていうボリュームとデザインそうなんですよ。正直もうなんかイメージ的に最初もっと半分ぐらいかなと思ったんですけど、うんうんうん、そうだよね、だいたい半分ぐらいで、そう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 、それがこの10センチ以上あるもんね。そうなんですよ、だいぶ出てて、あともうここ影になっちゃいますからね、うんうんうん、下のところ。だからこれね、横から見た時めちゃくちゃかっこいいのよ。そうそうそう、帽子のツバみたいにここがこうシュッて出てるこちらのデガウィング、これね、最初は僕も違和感すごかったんですけど、最近なんかこれぐらい出てる方がいいなって思っちゃう。見慣れてくるとね。そうでこれ逆にこっちだとカーボンしかないんだよね。こっちそうなんですよ。だからこれをなんか塗ってもいいんですけど、なんかちょっともったいない気もして、はい、でカーボンになるんで漏れなく高い高い他のパーツも高いんですけどなんかここ結構ズバ抜けて高いんで、ぐらいしたなんか結構したっす。だからここ躊躇しがちなんですけど、ここつけてるとつけてないで、はい、そうそう、違う、全然シルエットが後ろからもそうだし、後ろ横から見た時そうそうそう違うんで、ぜひここはつけておきたい、つけてほしいです。で、まあ、何よりその、まあ、このディフューザー、はい、ブラバスなんですけど、ディフューザーが結構出てるんですよ、ね、そうなのよ。そうだから両方つけると上と下でこうシュッてちゃんと出てるんで、出る感じになるんで、だから下つけて上だけ純正のトランクスポイラーとかやったらすごい寂しいんですよ、うんうんうん、はい、というわけで今回は下もしっかり、はい、しっかりついてます。で下はこれフロント同様にこのペイントベースしかないんですね、はいはい、そうですね。だからここもあのボディ同色にペイントさせていただいて、であのマフラーカッターも、はいはい、ブラックの方でしっかり刻印入りの、はい、こちらになってるとつけて、あとはまああのベンツマークが嫌なんで全部一応ブラバス、はい、というわけでペイントしてつけてあります、はい、今このエンブレムだけって出てこないんですよ。あ、そうなんだ。部品供給もうコピー品対策で、だからこの車につけますよっていう写真を本国に送らないとこれも出してくれないんですよ。そう、いや最近本当にコピーが多い、多いすぎ、あの YouTube で紹介してるあのベンツとかでも結構平気でコピーとかついてたとか。あ、そうです、あの僕ら分かってますよ、はい、分かるよね、見ると、うん、もうね、あーんってどんどんクオリティ上がってきてるんですよね。はい、だからもう分からんくなってきたらまずいなってすっごい思います、うん、でもタイヤホイールなんかと結構ガタがあったりとか、はいはいはい、バランスが取れないとかっていうのも聞くんで、はい、そこはぜひやっぱりしっかり走る車なんて、まあ、本物のしっかりしたもの、はい、で特にブラバス全部 E マークって言ってその基準通ってるん で、はい、まあ、実際ドイツでも安全性だったりも証明されてるものなんで、ぜひ、まあ、そこは本物をご用意いただけるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後になりますけども、はい、あのブラバス本社にも行った、はい、ブラバス伝道師
はい、岡店長他にも引き出しありますよね、はい、S ありますいろいろやりましたけれども、はい、じゃあぜひその辺ご相談いただけると、はい、S クラスの皆様お待ちしております、はい、お願いしますというわけでボンドチャンネルチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。